両政国一覧東山道岩瀬国岩瀬国はかつて日本の地方行政区分だった両政国の一つ。奈良時代に道の区国から分立したが短期間しか存続しなかった。岩瀬国の一洋楼2年5月2日に道の区国の五軍を咲いて設置された。現在の福島県中通りと合津地方にあたる。国府は山方八町または スカガワ市の承認団廃寺跡付近に置かれたと見られている。存続は数年間に過ぎず、養老4年11月26日から人気5年4月11日に、かけての5日の時期に、道の区国に服した。終年の加減の年養老4年については、類似国史に収録された道の区、岩瀬、岩木を対象にした直上限の人気5年については、 道の区国に白川軍団を置いた俗に本気の記事が根拠である。さらに時期を絞り込む推定が様々にある。明治元年に設置された岩城国はほぼ同一期だが、東部のいくつかの軍が岩城国に含まれたため岩瀬国より狭くなった。機内の山城国が奈良時代は山城の国と表記されたことから岩瀬も岩瀬、岩瀬でなく岩城。 いわしろと読むと考えられていた。語文で構成された。ありがとうございます。